6回目の当選を確実としました木原稔さんにお話を伺います。木原さん、この1年間なかなか防衛大臣として地元に帰れない時期がありましたけれども、その不安も口にされていました。今回どんな選挙戦となりましたでしょうか。今までこの1年間地元に帰らなかったということはなかったので、そういう中での選挙でしたから、まあ、7回目の選挙とはいえですね、非常に不安のスタートでしたが、しかし12日間を通じて、まあ、多くの方と触れ合うことによってですね、その1年間の私の不在を取り返す、そういうきっかけになった、まあ、選挙戦厳しかったですけども、そういういい機会をいただいたなというふうに思っています。スタジオのお二人からいかがでしょうか。木原さん、スタジオにいる KKT の尾形と申します。自民党の政治と金の問題が全国的にも争点になりました。木原さんの選挙戦にはどのような影響があったでしょうか。私自身はその対象者でもなかったということで、あまり、そういう声に接することはなかったんですが、はい、しかし、木原稔は応援するけども今回自民党はちょっと厳しいなと、そういう声があったのは事実です。また県外の応援にも行かせていただいたんですが、まあ、その際にはいわゆる不記載によって、重複立候補、比例と重複でできない候補者の応援などを回ったときには、そういう厳しい声がより聞かれたなと、そういうふうに思っています。はい、応援に行った際にも厳しい声を聞く場面があったということですね。東島さん、どうでしょうか。東島です。よろしくお願いします。木原さん、久しぶりにですね、対抗橋の上での追出といいますか演説も再開されたということですが、そういったところでこう肌感覚というのはあったでしょうか。対抗橋は私が政治活動をスタートした時の原点であります。まあ、今回5期目を終えて、閣僚という立場の仕事、まあ、大臣をいたしました。まあ、ある意味私の政治活動での節目だったろうと思います。その節目を終えて、また6期目を目指すにあたって、この対抗橋から再出発と、そういう気持ちで臨んだという、そういうことです。木原さん、これまで前回前々回12万票を超える票をですね獲得なさっています。今回ですね、どれぐらいの票を目標にされていらっしゃったんですか。今回前回前々回、立候補者数によると思うんですよね。はい、前回は1対1でしたから、そのような大きな得票をいただいたと思いますが、今回は3人ということもあって、多少分散はするのかなと思います。あるいは投票率もあるかと思いますが、私自身としては、選挙区の有権者の数もほぼ変わっていないので、前回並み、を獲得できたら大変ありがたいなという、そういうつもりでおりました。確かに3人の方が立候補されるのは10年ぶりという、まあ、1区では10年ぶりですからですね、どれぐらいの票がというのは非常に注目点でもあると思います。そしてもう一つ、木原さん、最初の、復活当選から含めますと来年でですね20年になりますよね。節目の年になると思いますが、はい、これからの政治活動についてお聞かせください。そうですね、先ほどの話ちょっと補足すると、選挙区も変わってるんですよね。旧植木町が選挙区になったり、はい、あるいは中央区の一部が編入されたり、で西区だった私の選挙区が、2区に移ったりということで、そういう有権者数というのも変わっております。で、植木町が加わったことで農業従事者も非常に増えたという、そういった変化もあるということは補足させていただきます。その上で、常に衆議院議員というのはそれぞれ有権者の方の代弁者という位置づけですので、いろんな職種の人、いろんな産業の人がいると思いますから、それぞれの声をしっかりと受け止めて、それを国政につなぐということに、まずは尽きるんだろうと思います。その上で議員内閣制ですから、もしこれが政権与党ということが維持をできたならば、時にはこの政府の立場で、これ全国的なに俯瞰をした政治をしなきゃいけないと、特に外交防衛というのはそういう点が求められているんだろうと思います。木原さん、生活者の方も気になっていることを一つ聞かせてください。物価高を上回る賃上げ、木原さんも演説の中で主張していたかと思いますけれども、熊本は最低賃金全国的にも低い水準になっています。今後この賃上げ、具体的にどう実現しましょうか。そうですね、いろいろなやり方があるとは思うんですが、まずはそうですね、政治側ができる、政府が関与してできることでいうと、
まあ、一つは税ですよね、はい、で今例えば企業の内部留保と言われているものが、まあ、12年連続で増加をして、まあ、600兆円を超えているというふうに言われております。この内部留保を、まあ、賃金の方に人件費に回していただくと、そのどうやってじゃあそれを企業の方が回していただけるのかということをですね、税などを通じて、いろんな対策を取るということが一つの考え方かなと思います。そして、自民党の、まあ、政治と金の逆風などもありまして、木原さんはですね、先ほど、まあ、壇上でもですね、信頼を取り戻す政党、その先頭に立つというお話もありました。具体的にどのように行動していきたいと思っていますか。はい、まあ、私自身はそのような対象者ではなかったということもあって、はい、まあ、8時ちょうどにそういう当確を出していただくようなそんな出口調査になっていたんだろうと思います。しかしながら全国的に見るとそういう厳しいという話がございますし、応援に行ってもそれを肌で感じた部分があります。自由民主党がもう一度国民政党として国民の信頼を回復すると、そのことについて私自身あるいはいろんな仲間とですね考え、そして党の再生ということ、これは本当に今から待ったなしの状況だと思ってますので、早速バッジをつけさせた段階でこれを取り組みたいと思います。派閥の解消という点ではどうなるでしょうか。茂木派まだ解散はしてないと思いますが、もう事務所解散してますし、事実上解散をしております、うん、スタッフももう職員もおりませんので、やっぱりもう派閥はない方が、ちょっと時間的な問題です、はい、ですね。木原さん、はい、ここまでです。どうもありがとうございました。平成研究会は解散をしております。はい、わかりました。木原さん、ここまでとなります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、木原稔さんにお話を伺いました。ありがとうございました。木原さんに直接お話を伺いましたけれども、東島さんはどのような点が印象に残りましたか。そうですね、まあ早々に当選を確実にしてですね、はい、まあ本来ですとね、まあ、余裕の戦いぶりというところなんですけれども、うん、まあ、特に木原さんの場合は、まあ、岸田政権を中から支えた閣僚の一人であったということも含めてですね、まあ、その良かった点と悪かった点が、うん、まあ、両方今回の選挙には反映されたのかなというところはありますね。うんうん。